こんにちは、チョメです。では授業のデューロと一般読に対する解読剤っていうのをやってきます。まずデューロから。これね、結構好評な人には好評だけど、好評じゃない人には好評じゃないんだよね。なんて言えばいいんだろう。変身術を使えばこの作文でもらった特典を与えられるかもしれない。何時間だろう。今日はどのように物体を硬直化させて石に変えるかについて、だから石化魔法か。多数の生物が太古の昔よりこの能力を持っています。コカトリス、バジリスク、ゴーゴンなどですっていうか読みづらいし長いし、覚えておいてください。硬化呪文のデューロはその効果に慣れていないととても難しいのです。硬直みたいな感じだね。硬い木は折れるって何々があるだろう。わかるチョメ。考えさせる変身学のユーモアだな。これなんて読むの、これ目が痛いんだけどやべえよく見てください皆さん。でもね、チョメさん漢字が読めんからね、この文字がちっちゃいっていう言い訳にできるっていうのはいいかもしれない。ある意味これを花瓶を変えんのかな。結構文字がちっちゃいのチョメさん的にはいいかもしれないな。言い訳はできるけど。デューロ、お、石化だ。でやってみてください。よし、やってみる。怖いな、人に使ったら怖いぞ。デューロの実演。でも永遠の若さを得られるんかな、石化になってる間は。授業で終わるまでに硬化呪文のデューロを使いこなしする。読み方間違えてるかもしれんわ。もう一度デューロの正しい唱え方を実演します。しっかり見ていてください。よし、実況するには漢字もね、勉強した方がいいよ、ほんと。学生の頃。チョメさんね、理数科だったんだよね。言い訳しちゃいけんけど。チョメさんも数学と科学とかは常にもう成績5だったからね。よし。で、国語が2でね、英語が2やったわ。コツは石に変えたい対象の表面に意識を集中させることです。さあ、試してください。チョメさんの本当得意不得意がね、激しかったからね、ほんと。好きな授業はね、ほんと好きでどんどんやってね、嫌いな授業とかね、ほんと勉強せんかったからね、高校生入ったばっかりの頃、世界史発展取ったけね、アウストラロピテクスとかのほんと、発展だよ、発展。びっくりしたわ、全部記述式あったから。呪文の唱え方の手順を説明します。よく聞いてください。だから、デューロのね、石化呪文ね。よーし。よく調べる。黒板に宿題が書かれてる。見るのが怖い。マジか。怖いか。ミスター YouTube。ていうか、なんか数学苦手な人多いけどさ、チョメさんもうちょっと学校卒業したからさ、あれかもしれんけど、呪文、これはデューロ。数学って楽しくね？回答か答えがあるってすごく楽しくない？やってるうちにスラスラ解けるじゃん。しかも図形系とかさ、すごく楽しかったんだけどな、チョメさん。デュールのメモを見渡す。黒板に集まってください、皆さん。デュールに関して書いたことをよく読んでくださいね。もうデュールって言うわ。ちょっと待って。休憩の時にちょっと読み方を調べとこう。多分、石に変える効果呪文だと思うんだけど。やばいわ、漢字大先生とか、来るわ。よし、待とう。では続けます。よく調べる。デューロの魔法だね。あ、これ効果呪文で合ってたよ、読み方。調べたら。当たり前だけどね、チョメさん、最初ので合ってたわ。ちょっと自信がなかっただけだわ。理解できていますか？皆さん、きちんと聞いてくださいね。集中しよう。はい。やっぱギリギリだったわ。集中してなかったわ。音とか大丈夫かな？なんかちょっと薄いような気がする。杖の腕を磨く。対象を進化するには相当な技術が必要で、様々な種類の対象を変身させるにはさらに高い技術が必要です。練習を続けてください。はい。練習しましょうね、どんどん。引く。これは勇敢。ルールを完璧に唱えるにはしっかりと集中する必要があります。ちょっと今回は遅かったか。誰にかけるんだろうこれ。ルールを唱える。時間です。花を石に変えてください。お、
永遠に美しい花を保てるね。あ、でも石になるんか。あまりにないか。隣の人の気になるな。しっかり聞いて、思い出す、思い出す。これは、共感性。それでは、効果呪文を唱えてください。効果で合ってたよ。D。D って、面白いな。おお、よかった、失敗したかと思った。あれさ、失敗したら半分石になったりとかするのかな。この石の硬さが気になるよね。どんぐらい硬いんだろう。ゲット。上出来です、ミスター YouTube。レイブンクローに10点差し上げます。え、普通に授業を受けてただけだけど。チョメさんだけ？君は魔法の技能が電流を走ったような感じだと。どんな例えだよ、ローワン。しかもさっき君、女の子座ってたよ、そこに。なんでローワンが座ってんの？てんてんてん。え、無反応？僕が読んでるジョークの本って面白くないのかな？あ、そんなんで勉強してんの？無理に。マジかよ。ローワン頑張るな。で、今回の実況はここで終わり。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回、一般毒に対する解毒剤をやります。お、これ覚えたら蜂に刺された時とか、蛇に噛まれた時大丈夫だね。またリアルが一緒になってる。じゃあね、バイバイ。ありがとう。ご視聴ありがとうございました。